受けてみろ。ロザン昇竜派、ペガサス流星拳、行くぜ。ズヤッ、くらえ、受けてみろ。それに構えてんじゃねえ。ロザン昇竜派、ペガサス流星拳、この身を八つ先にされようと俺はアテナを守る。いざ抜けさ、行くぜ。ドゥヤー、受けてみろ。見えたぜ。ハッ、何、いいぜ。いざ抜けさ、これだ、はあ、これだ、はあ、受けてみろ、ユニコーンギャップ、避けたつもりが、くれ、た、パーフェクト、受けてみろ。桃で竜よ、天高く、心のコスモよ、奇跡を起こせ。ズヤッ、おいおい、大丈夫かよ。受けてみろ。俺に任せとけ。昇竜派、心のコスモよ、奇跡を起こせ。ウルフクラスター、くたまりな、くれ、くわえ、れ、いくぜ、はあ、マントソード、俺に任せとけ、いくぜ、ペガサス流星拳、ユニコーンの究極見せてやる。ゼア、主役は俺だ、うん、俺はまだ立ち上がれる。誰も俺のスピードについてこれまい。俺はいつだって俺の、誰も俺のスピードに、君はコスモを感じたことがあるか。Thank you.
俺はいつだって俺の意志で戦っている。お嬢様、この俺が必ずお守りしてみせる。さあ、無礼を土下座してお詫びしな。セインとの戦いに終わりはない。究極まで燃え上がれ。地上のすべてのセイントが召集を受けてサンクチュアリを守ってくれ。地上のすべてのセイントが召集を任せとけ。あいにくと諦めが悪いのがたまに傷でね。いいぜ、受けてみる。クラスター、俺に任せとけ。俺竜よ天高く、ペガサス流星剣。どうだ、ほらユニコーンキック。くらえくらえ、クラスター受けてみろ。かかった、受けてみろ。ペガサス流星剣。どうだ、見えたぜ。おりゃ、ウルフクラスター、いいぜ。ウルフクラスター、これだ。はあ、グレイテストヤッチョン、受けてみろ。行くぜ、心のコスモよ、奇跡を起こせ。くらえ、ノザン昇竜派。バイコ、この時を待っていた。いいぜ、くらえ、これだ。出やがった、行くぜ。ペガサス流星剣。どうだ、行くぜ。ユニコーンギャロップ。はあ、グレイテストイラプション。おいおい、大丈夫かよ。受けてみる、クラスター、受けてみろ。かかった、受けてみろ。ペガサス流星剣。どうだ、ズヤッ、グレイテストイラプション。おいおい、大丈夫かよ。受けてみる、クラスター、ツヤッ、さあ、俺の正義の剣に勝てるかな。クロスを奪われるとは、このバカどもめ、早く取り戻してこい。目の前で奪われたのは尺だからな。今すぐ出発だ。待て待てん。情報によると一騎たちは富士の十風穴にいる。お前もさっさと行くんだ。一騎の目的はゴールドクロスだけではなく、むしろ俺たちである気がする。万全の準備が必要だ。シリュー、老師は実はお前の心を試すために病と偽っていたって聞いたぜ。ああ、老師はお元気だった。それより俺たちのクロスは前の戦いで壊れてしまった。そこでジャミール高原にいるムーという世界でただ一人のクロスの修復師に会いに行こうと思う。待っていてくれ。十風穴の戦いが始まるまでに
きっと神聖のペガサスのクロスを持って帰る。頼みましたよ。ゴールドクロスはギャラクシアンウォーズの商品というだけではありません。おじい様の大切な形見なのです。ゴールドクロスを取り戻してくれたら、グラード財団がお前たちの望みを何でも叶えてあげましょう。ここがムーの館か。はあ、さすがに空気が薄い。どうもさっきから同じところをぐるぐる回っているような気がするが。こいつらはクロス修復の途上で力尽きたセイントの亡霊か。クズ、お前も俺たちの仲間になるのだ。そうはいかん。俺の帰りを心待ちにしている友がいるのでな。いいぜ、受けてみる。どうだ、これだ。ディアー、受けてみろ。ペガサス流星剣、どうだ。いいぜ、いざ。どうだ、行くぜ。受けてみろ。ほら、あれよ。くらえ、くらえ、クラスター、俺に任せとけ。まさか。行くぜ、行くぜ。おい、大丈夫かよ。受けてみろ。行くぜ、ロザン総流派。ペガサス流星剣、クロス装着、戦闘準備完了。まだこれだけの亡霊がいるのか。ならば全員一気に片付けてやる。ジャミール高原の本当の姿だったのか。着いた、あれがムーの館か。ここがムーの館か。あっ、塔の上に誰かいる。えい、あいつまさかクロスの墓場を抜けてきたのか。ムー、降りてきてもらえないか。頼みがあるのだ。ふん、だったらここまで上がっておいで。ただし、そう簡単には上げてやらないけどな。くらえ。あ、ばばば、なんてやつだ。下の階を吹っ飛ばすなんて。時間もないのでな、やむを得ず手荒になった。お前、館をぶっ壊しておいてなんて言い草だ。許さないぞ。デッドハウリング、ウルフ最大の剣。いいぜ、せいや。くらえ。俺に任せとけ。せいや、これだ。ペガサス流星剣、行くぜ。おりゃ、終わりだな。千個の霊体、デッドハウリング、デッドハウリング。いいぜ、
受けてみろ。クラスター、俺に任せとけ。はあ、俺に任せとけ。ペガサス流星拳、どうだ、行くぜ。落ちろ、この野郎。ウルフ最大の剣、いいぜ、俺に任せとけ。見えたぜ、ユニコーンの究極見せてやる。避けたつもりだ。エア撃最大奥義、ウルフの牙を食らえ。主役は俺だ、食らえ。これでどうだ。どうだ、終わりだな。ウルフ最大の剣、行くぜ。心のコスモよ、奇跡を起こせ。ハンギングベア、俺はまだ立ち上がれる。任せとけ。あいにくと諦め、仕方あるまい。共に戦おう、邪悪を倒すために。共に戦おう、邪悪を倒すために。面白い。さあ無礼を土下座してお詫びしな。ここにいる奴らは全員この世の地獄を見てきたんだ。地上の全てのセイントが召集を受けてサンクチュアリを守った。デッドハウリング、デッドハウリング、いいぜ。クラフ、クラスター、行くぜ。ロザン昇竜派、ペガサス流星拳、ズヤッ千個の霊祭。落ちろ、主役は俺だ。デッドハウリング、ウルフ最大の剣、いいぜ。ロザン昇竜派、どうだ、ほら、おりゃ。お前は誰に口を聞いてるのか分かってるのかよ。非礼はお詫びする。しかし今は一刻も早く。違う、オイラはムーン様じゃない。キキよ、また悪さが過ぎましたね。ムーン様、なんという強大なテレキネシスだ。ムーン、どうかこのこのクロスの修復なら不可能です。この二つのクロスは死んでいる。信じられないなら自分で確かめてごらんなさい。クロスの力が全く感じられない。これがクロスが死ぬということなのか。しかし、なんとかならないか。我が師ドーコよりクロスを修復できるのはあなただけだと。ドーコの弟子、道理でここまで来られたわけですね。表面の傷は修復できても、クロスに宿る命まではクロスを復活させるには大きな代償が、セイントの大量の血が必要なのです。それでもクロスを修復したいのですか。うん、どうか俺の命を使ってほしい。この血でクロスが蘇るなら
喜んで差し上げよう。俺の命は仲間たちにもらったもの。俺一人の命で聖夜が勝てると言うなら、それで構わない。この男、そこまでの覚悟では。ムー、あとはお任せする。まるで躊躇することなく、これほど友情に熱い男を引き、始めましょう。出ないとシリュウの命が危険です。おいらに任せな。情報によると、この十風穴の奥にブラックセイントたちがいるそうだ。そろそろシリュウも戻ってくるはず。あいつは言ったことを絶対守る男だ。約束を破るようなことはしない。クロスの箱だけ？いたずらはやめたらどうだ。もうひどい奴らだな。ふん、せっかく人が親切にペガサスのクロスを運んできてやったのに。そいつは悪かった。でもシリュウはどうして来ないんだ？クロスの修復にはセイントの血が大量に必要なんだ。だからシリュウは自分で手首を切って。なんだって！それじゃシリュウは死んだのか！おい、そんなに焦ったってしょうがないって。待ってる間に新しいクロスをつけてみなよ。シリュウが意識を失う前に言ってたよ。必ず一機を連れ戻せって。それとクロスを受け取ったらすぐに装着してみろって。これが神聖ペガサスのクロスか。シリュウが命を懸けて蘇らせたクロスだ。シリュウの魂がこもっている。シリュウが俺の勝利を信じてくれているなら、俺もシリュウが生きて帰ってくると信じよう。男と男の約束だ。シュン、ヒョウガ、シリュウの信頼に応えるために出発だ。あいつは必ず生きて帰ってくる。約束したんだ。一緒に十風穴に行って一騎を連れ戻すって。